僕たちは勉強ができない。 X イコール明日の夜の商用性編。先輩、後輩、目が覚めて生きてる。怖かった。命の重さに潰されそうで、医者はそんなに甘いもんじゃないっていう親父の言葉が痛いほど身に染みた。それでも私は医者の道を選んでよかった。ありがとう、生きててくれてありがとう。夢を見ていました。先輩と出会った頃の夢を。あの頃、先輩に一つ言い忘れていたことがあったんですよ。なんだよ、改まって。小南あすみ先輩、好きです。俺の本物の恋人になってくれませんか。なんだよ、不意打ちとはやるな、後輩のくせに。いや、そうじゃねえな。本当は私が言おうと知ってたというか、ずっと好きだった。だからな、バカ後輩。こちらこそ、私でよかったら後輩の本物の恋人にしてください。私もまだまだ負けていられんな。なあなあ、ところでよ、今日の宴会ってどういう名目だっけか。こいつらに子供ができたんだろ。アホか、そんなまだに決まってんだろ。まだ、まだとはつまりそういう予定があるということかね。おい、おやじさん、落ち着いてください。お父さんと呼びなさい。うぜんだよクソおやじ。そもそもまだ結婚だって。まだ、まだとはつまりそういう予定が。たか、あの親父は相変わらずっつうか。でも相変わらずでいてくれることが俺は嬉しいです。後輩というか、また後輩呼びになってますよ、あすみさん。いざとなるとちょっと照れくさくて。なりくん。あすみさん、結婚しませんか。え、これからのこと、小南診療所のこと、二人で支え合っていけたらってずっと考えてて。でも何より俺はもう二度と、一瞬だって、あすみさんと離れたくない。さっきの話、私は欲しいって思ったけど。欲しいってこと？なんてな、まだまだ先の話だけどな。一人前の医者になるための勉強中の身だし。そうですよね。だから予約したかな、パパ。